男生まれだ玉のごとし宮沢賢治いい名だじゃ宮沢賢治と父政次郎でございます。賢治の世話は私がする。じゃじゃ父親は嫌です。お父さん、え、進学したい。はい。なしてそったとこさ行くのよ。人造宝石を作るのす。ちょっと待て、俺は信仰に行きます。長男の務めは果たさずに何が進行だ。できねえ、俺はもう何もできねえ。あいつはまだまだ心が弱い。お兄ちゃん、約束したでねえか、大きくなったらもっともっといっぺんお話作ってくれるって。遅くなってごめん。ほら、やっぱりあいつは風のまだ三郎だったな。トシ、トシトシがいなければ俺はもう何もかけねえのす。その程度で諦めんのか。私が宮沢賢治の一番の読者になるじゃ。だから書け、物語を書け。賢さんは本当は旦那様に褒められたいだけなのではねえのすか。宝鏡の白状門に宮沢賢治の何が分かってよ。残念だけど結核だな。は、賢治は歩き始めたのす。私にさせてください。最後くらいは。この春、日本中が涙する。無名だった宮沢賢治を支えた父と家族の愛の物語。賢治、賢治、銀河鉄道の父。親バカだな、お父さんは。